じゃあ本日は散策に来てまいりましたダンゴムお父さんです。うん、目当てっていう目当てはね特にないんですけど、まあなんか青大将とか日本トカゲとか、まあその辺のね爬虫類に出会えたら嬉しいですね。うん、ただね今日午前中は日が出てたんですけど今午後なんですよ。午後になってね日がちょっと隠れちゃったんで、なかなか爬虫類は厳しいかも分かりませんね。しかしやっぱり山の中の散策はいいですね。涼しい、もうかなり気温は暑くなってきてるんですけど山の中はね涼しいですね。うん、涼しいといえば、まあ、全然関係ないですけど、あの先日ね団子娘団子息子にあのブラックモンブラン買ってあげたんですよ。まあ、お金もったいないからね、あの息子と娘だけにブラックモンブランをねあの買ってあげたら1本だけ当たりが出ましたね。うん、これはちょっと嬉しかった本当に関係ないけど、こういう石のところ、うん、なんかヘビがいそうな感じ。去年この辺りはね山かがしがいっぱいいたんでちょっと気をつけないといけないんですけど、青大将もこの辺りで見つけたことがあります。シマヘビはないけどね。うん、今年も見つけることができるかどうか。日が照ってきた、綺麗、チャンス、めちゃくちゃ綺麗、木漏れ日っていうのかな、いいねこれは。見つけました、ただめっちゃちっちゃい。もうこんだけちっちゃいとね何ヘビかわからない。どんぐらいかっていうとねこのくらいしかない、このくらいですよ。めっちゃちっちゃい、何これ。はい、ちょっとケースに入れてよく見てみます。めちゃくちゃちっちゃいですね。そしてこの顔つき、おそらくヤマカガシじゃないかなっていうふうに思います。うん、多分ヤマカガシ。この首元のね襟巻きみたいなのが特徴的、知らんけど。やっぱり子供の目っていうのはすごいですね。こんなちっちゃいの全然見えませんでした。団子息子がねあヘビって言ってね見つけたのがこのヘビですよ。わあ、ちなみにヤマカガシ毒がありますんで飼えません、逃がします。可愛いけどね、ていうかこんなちっちゃかったら飼えねえな。いやーまさかあんなちっちゃいヘビが見れるとは、実は初めて見ましたね、あんなちっちゃいヘビ。何食べてんのかな、やっぱあれかな、カエルのちっちゃいやつとかそういう感じ。うん、はい、日が照ってきてねちょっとだけ開けた場所にやってまいりました。こういう場所に結構ヘビがいたりいなかったり。うん、さあ見つけることができるか、いるといいけどどうか。ちょっとねやっぱり毒蛇もいるんで怖いんで、なんかあれですね、抜き足差し足的な今そういう感じ。急にガッと来られて、ガッと来られたらねびっくりするからね。うん、やっぱり蛇は怖い。うん、トンボがいますね、ちょっと撮ってみるかな。よし、取ったー、取りました。はい、トンボ捕獲しました。まあ全然詳しくないんで全然何の種類か分かりませんけどね、分かる人いたら教えてください。おそらく昔トンボとかそんなんじゃないかなって思うんですけどね、黄色が鮮やかでとても綺麗です。そしてこの背中のところはちょっとオレンジ色のようなそんな感じ。団子息子が今度は蝶々を捕まえました。ちょっと見てみよう、めちゃくちゃ綺麗ですね。こいつはね動物の森にいた。うん、動物の森情報が正しかったら青筋アゲハっていうやつなのかどうなのか。綺麗ですね、このグラデーション、素晴らしい。上から見るとこんな感じ、すごくないですか。ちょっとねあんまり触ったりケースに入れたりしてるとね鱗粉が取れて飛べなくなっちゃいけないんで逃がしてあげます。あーマジでいねえな爬虫類、
青大将とかいねえかな。こういうね、石垣とかにいたりするみたいなんですけどね、なかなか見つからない。はい、また山かがしです。この子は赤みが少ないですね。黄色ははっきり出てるけど、まあまあの大きさ、1メーターぐらいかな。ペロペロしてるな。本当にね、毒がなくて飼えるんだったら本当に飼育したい。険しいとこも行ってみよう。足元がやばい。お、よいしょ。はい、ダメだ、いねえわ。場所変えよう。もう、カナヘビがいますね。お腹が結構膨らんでる。はい、捕獲しました。この子はね、模様がないタイプ。あんまり可愛いですね。バイバイ。やっぱりカンアオイがありましたね。うん、カンアオイ綺麗。このシダやっぱり相当かっこいい。なんていうの、獅子頭だったかな。かっこよくないですかこれ。へえ、この色のグラデーションがやばい。嘘みたいな色してます。はい、これはねカメムシですけど、見てほしいな。こっちじゃなくてこっちですね。これね、草グモの幼体じゃないかなって思うんですよね。巣の大きさは20センチぐらい。まだ作りかけ。この子捕まえて飼育してみようと思います。青大将っぽい。これはぽい。いける、いけるかね。噛まれ、深くないよ。青大将なかったら行けんけんね。青大将や、奥行ったやん。いや大丈夫。おお、来た来た来た。はい、捕まえた。脱皮前や。あ、そうなん。あら、ごめんなさいやね、見えない。取れました、やったぞ。私取れてない、取れてない。取れとる、取れとる。ごめん、脱皮前かな。結構色が黒い。見して見して見して、かわいい。青大将のメッシュと、シマヘビ赤いメッシュとってね。青大将、青大将。あ、目があれやね。だって今怪我しとっぽいね、こいつね。あ、そうなん。分からん。ダニかもしれん。ダニがついと。あ、そうなん。目にダニがついと。目に。かわいい。まだだいぶ小さいな。1メーターぐらいかな。この子ね、目をダニにやられて、ちょっとかわいそうな感じになってる。だからこの子は逃がします、このまま元気に育ってくれたらいいけど、色はね、脱皮前なのかどうなのか分かんないけど、ちょっと濃くて、で青みがかってる。やっぱりね、青大将の名前の通り。伝わるかな。結構ね、首元青みがかってます。よっしゃ、逃がそう。じゃあね、ありがとうよ。はい、場所を変えてからね、2匹目捕獲しました。さっきのよりね、だいぶ大きい。でこの子のがね、あ、やばいやばいやばい、逃げてる逃げてる。綺麗なんですけど、ダニがね、やっぱり背中についてます。はい、ワイルドな青大将、かなり色味がグリーンがかってます。でね、捕まえる時もう慌てて動画撮れなかったんですけど、すごい怒ってね、匂いがすごいです。この子もね、やっぱりダニがついてますね。ダニ、わかりますかね。こんな感じで今半端に膨れ上がっております。中側はこんな感じ、綺麗な色してます。若干青みがかってる。
野生下で捕まえる個体はこうやってね、さっきもあの見たダニがついてたと思うんですけど、ダニがついてることがめちゃめちゃ多いです。かなりの高確率でダニがついてる。怒ってる、うん、かっこいいよ、勇ましい顔してる、ね、はい、団子息子がね、河原でかなりかっこいい流木を見つけてきました。これはお持ち帰りいたします。やったぜ、イエイ。はい、いやまさかね、今回のこの散策でね、本当に青大将が取れると思ってませんでした。めっちゃ嬉しいです。2匹も見れたし、あの山かがしもね、ヨーダも見れましたし、非常に良かった。日本トカゲはちょっと見れなかったけどね、団子息子はなんか姿見たって言ってましたけど、うん、またね、日本トカゲは別で採取行ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。元気。ダニがついてる。顔突っ込んでるからね、あれ。はーい。泳ぎうまっ。